イソジンのうがいはいらない。1時間に1回 100cc の水を飲めば大丈夫です。おはようございます。今ですね、 朝からテレビで朝茶を見たんですけど、なんか今イソジンがバカ売れしてるそうですね。なんかすごくいい、あれに聞くと、で、大阪の府知事さんもあれはいいんじゃねえかとか言われたまってですね、あれ、実はですね、私の親戚がですね、熊本の某薬局にお勤めなんですよ。で、この間言われたです。うがいは必要ありませんって。だから今お医者さんも手洗い、マスク、3密を避けましょうって言わすんですよね。うがいって前、今あんま言われないそうなんですよ。で、その代わりですね、1時間に1回ですね、100cc の水かお茶を飲んで、胃の中にですね、この、喉とか、この口の中のコロナを胃に落とせば、胃の中は、これは、塩酸、すごい、胃酸は強いそうですね。あれで1コロで死ぬそうですよ。ですから、1時間に1回ですね、100cc の水を飲めば大丈夫って、これはもう言いよらしさです。ですから、怪しかな、イソジンの、ひょっとしたら、イソジンの方からお金がいったんじゃねえかって話もあるんですけどですね。まあ、それはともかくとしてですね、やっぱあんま上がんともやりすぎって危なかけんですね。使用とかあったらいかんけんです。まあ、要は私のことはよしらんばってんが、それよりも、1時間2回、まあ、特に今は熱中症で暑いですからね、1時間に1回お水を飲む。それがですね、一番のコロナ対策になるそうです。あとは手洗い。手洗いじゃないな。はい。手洗い、うがい、3密を避ける。さあ、今日も一日ですね、3密を避けて、夜8時までナイター営業、一生懸命、頑張りまーす。はい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 。よいしょ。では、今日は8月の5日、すいすいの水曜日、夜8時までナイター営業。いつものお約束、今日も元気に営業中。あ、はい、終わりました。あ、でもさっきの話ですね、本当なんですよ。だから、うがい、私の親戚の男の子が言うにはですね、うがいよりも水を飲んだ方がいいそうです。はい。で、水は不正ないからですね。まあ、という話でございました。まあ、非常にいろいろな話がございますよね。はい。で、ちなみにですね、お仏壇お困りごと、24時間電話受付、真夜中でも対応、一つよろしくお願い申し上げます。